中腰の姿勢、台所作業がきついとかね、まずすぐできることとしては足を何かこう台に乗せて台所作業やってみてくださいって言います。しっかりこれができてくることによって台所作業の痛みってのは減ってきます。はい、整体院復科院長で理学療法士の松田啓太です。どうもありがとうございます。このチャンネルでは3年以上続く腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決するための動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、病院、整体に通っても痛みが全く改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さんであればぜひこの動画を見てしっかり根本を改善してみてください。はいよ。台所とかに立ってて、はいはいはい、ちょっと包丁とかなんか切ったりとか、洗い物したりとかするときに、ちょっと前かがみになったときに、はい、腰が痛いってなるんですけど、あ、何作るんですか？最近でもね、一人暮らし始めたわけでしょ。何作ってんの、いつも？カレーとか。いいですね。甘口派ですか、辛口派ですか？中口派です。中辛作ってるときに、あーちょっと人参とかじゃがいも切ってるときに、ちょっと腰が痛い。ありますね、それね。でも患者さんでもベスト3ぐらいで多いのが、やっぱ台所の作業やってる時に痛いとか、あと中腰で痛いとか、タタタタタみたいなね。うちのおばあちゃんも脳作業やるので、こんなやってて、ケータ腰が伸びんわみたいな、よくあるんですよ。中腰の姿勢だったりとかもちろんそうなんだけど、まあここまで下がるとまた別なんですけど、台所が結構厄介でね、これぐらいじゃないですか、若干前のめりみたいな、これがね結構痛み起こしやすいポイントでもあって、でこれ中腰っていう中でも特にちょっとね難しいパターンの、中腰ってここまで来ると膝曲げてとか足を曲げてとかっていう指導になるんだけど、ここのポイントってじゃあ膝曲げて足曲げて結構できないんですよね、でいうのがあるので、結構ね台所作業で腰が痛いで、もう日常的にしないといけないからもう億劫になって、まあ、ご飯作らなくなって活動性下がって、ご飯作んないってことはさ、買い物行かないじゃん、外出ないでしょ、で外出なくなったら元気なくなってくるわけよ、活発性なくなってきてっていうのはすごくあるので、台所の腰痛ってこう舐めないでね、ぜひねしっかり改善してほしいなと思ってます。ただこれね、しっかりポイント知ると、私やっぱ患者さん治療させてもらってて、大体2ヶ月か3ヶ月間ぐらいしっかり実際ちゃんとやっていくと、これ姿勢とかも絡んでくるんでね、改善してくると痛み結構楽になってくる方多いし、あとはね今日は生活指導ってことで、本当に今すぐできる痛みの改善、台所の改善方法とかも紹介していきます。で、まあ、それだけやるだけでも結構ね楽になるので、ぜひね知っていただきたいなと思っていますので、ぜひね中腰の姿勢、台所作業がきついとかね、洗い物をこう取り出す時に腰が痛いとか、同じ作業をしてて腰が痛い、まあ、こんなね主婦の方、もしくは中腰の姿勢の方、ね、料理人の方、ぜひねこの動画見ていただいて、しっかり腰痛改善してみてください。では本編いきます。はい、じゃあですね、ちょっと説明していきたいというふうに思います。でまずね、これは原因から言うと、この中腰姿勢になることによって前に重心がかかってきます。重心がかかってくることによって腰に負担きやすい状態がなると思ってください。でこれはメカニズムとかってちょっと運動学とかも入ってきますが、結論さっき言った通り、前かがみになってしまうことによってやっぱ体重かかる場所が変わるんですよ。それによって腰に負担かかってくると思ってください。でこれね、実際治療をやっていくんだけど姿勢も関わってきます。例えば反り腰だったりとか、股関節が伸びにくいとかっていうような、いわゆるデッジの状態とかっていう姿勢とかも入ってきますね。なのでこれに関してはね、姿勢も関わってくるんで時間かかりますよってことはまず理解してください。だから自分で作った姿勢ですよね。何年かかってますか、その姿勢作るのにね。もう10年20年一緒にいますよね、この姿勢。猫背ですよって何年前から言ってますか、反り腰ですよ何年前から言ってますかって話ですか。これやっぱ改善していくってなったら時間かかるよってことはぜひ理解してください。ただ大体ですけど、普通に治療してから3ヶ月ぐらいでだいたい楽になってくることが多いです。でさっき言った通り、普通に立ってるとね、こんな風にちょっとこの人だいぶ膝がね前向いてはいるんですけど、この姿勢になってますと、台所作業ってこんな風にね、マイケル・ジャクソンみたいになんか前全身で前に行ってるかって言ったらそんなことないんですよ。じゃなくて、この股関節を中心にこうやって曲がるわけよね。こうやって曲がってトン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 ってやったりとか、なんかこうやって手を使ったりしますって話です。っていう時にどうなるかっていうと、前に行くので体重がですよ、この足首ぐらいにあったのが前のつま先の方に行くんですよね。ですから重心が前の方に行きます。前の方に行くと、いわゆるつま先に体重かかってくる。つま先に体重かかってくるとどうなるかっていうと、こっち側にいわゆる足が曲がる方、こっちの硬いね、ふくらはぎの骨が前に傾きやすい状態が起きますよね。いわゆるさっきのマイクル・ジャクソンって言いましたけど、こんな状態になりやすいわけよ。で前に体重かかってくると前に行こうとする、前に体重かかってくると前に倒れそうになる、倒れそうになるのをどうにか頑張れって止めてくれてるのが後ろ側の腓腹筋っていう筋肉です。
皮腹筋、ひらめ筋っていう筋肉がこう頑張ってくれて、前に倒れないようにグーッとやってくれてる。で、ふくらはぎの筋肉ありますよね。このふくらはぎの筋肉がつま先にかかった体重を前に倒れないようにグーッと、これ以上前に行くなよって言って支えてくれてます。で、この前にかかった体重をふくらはぎで頑張るとどうなるかっていうと、ふくらはぎの筋肉使うだけじゃなくて、で、皆さんもやってもらうといいですけど、こうやってつま先立ち、つま先の方に体重かけていくと、ふくらはぎにずっと入りません？指でギュッと噛みません？なんで、体重がかかってきて、前に高まってくると、ふくらはぎを使うと。で、ふくらはぎを使うだけじゃなくって、これ、ふくらはぎを使うと、これ、バックラインっていう筋膜の流れ、筋肉のつながりがあるんですよ。で、ふくらはぎの筋肉は、次、ハムストリングスっていう太ももの後ろの筋肉につながります。後ろの筋肉につながって、そのハムストリングスは仙結節靭帯っていうところを通して、仙骨に入ります。で、仙骨に入って次は仙骨節靭帯と多裂筋っていう背骨の筋肉がつながって、これが頭までぐーっと伸びてますと。だから腰が痛いって言ったとしても、ここじゃなくって、この例えばふくらはぎが筋肉硬くなってしまう、使いすぎてしまうと、ハムストリングスを引っ張る、仙結靭帯引っ張る、多裂筋を引っ張っちゃう。そうするとギューッと引っ張られて反り腰になってしまったりとか、で反り腰になった状態から前にまた行こうとすると、こういう筋肉伸びてる、筋肉がまた頑張んないといけない、そうすると腰が痛い、こんな風に起きてくるんですよ。だからこれって筋肉単体、腰の筋肉単体じゃなくって、反り腰があればさらに起きやすくなるし、ふくらはぎが硬くなりやすいような前方重心の状態、例えば猫背だったりとかですね、あとは反り腰で前方重心になりやすい状態があれば、さらに反り腰の状態でこう前にかがんでくれば、前さらに重心が前に行きますよね。そうするとふくらはぎに負担がかかってきて、ぐっと引っ張って引っ張って引っ張って腰が痛い状態が起きる。だからこれってほぼほぼですけど、反り腰だったりとかっていう人が結構なりやすいんですよ。だから反り腰になってる状態、女性で多いんですけどね、こんな風にデッジーの反り腰の状態、デッジーって後ろになってる状態からの反り腰、この状態でさらに前方に体を傾けていくと、大事が前に行ってふくらはぎを使う。そうするとギュッギュッギュッと引っ張って、グーッと骨盤をこう引っ張る、下に引っ張ろうとする。そうするとこっち側がグーッと腰がまた反ろうとする。で、前に倒れそうになってくると、腰の筋肉がさらに上に上げないといけないで、腰の筋肉をまた使う。そうするともうずっとね、いわゆるこの腰の筋肉でグーッと筋トレしてるような感じ、筋トレしてる状態がずっと続けば、そりゃ痛いよねって話ですから。だからこれは体重が前に行くことによってふくらはぎの筋肉使う、これによって腰が痛くなってるっていう風に思ってください。中腰の姿勢ね。じゃあこれどうしようか、ふくらはぎ柔らかくしようかなとかっていうのももちろんあるんですけど、これポイントがあって、何かって言ったら、前方重心になる、いわゆる前方に重心が入ってくる、体重が乗るからこれを頑張ろうとして、ふくらはぎが頑張らないといけなくなってくる。であれば、前方重心をどうにか頑張れるようにしたい、いわゆる前に行かないようにしたらいいんじゃないかって話ですね。何をするかって言ったら、これね、つま先、いわゆる片方の足ありますね。片方の足を何かに乗せてください。で、私はよく言うのが、ちょっと太めの雑誌ありますよね。私よくジャンプとかマガジンとかって言ったりしますけど、5センチぐらいの台がありますね。あと竹踏みとかでもいいですし、なんか雑誌を何枚か並べて5センチぐらいの高さにしてみてください。そうするとこうやって体重が乗りますよね、こんな風に。体重が乗る状態が起きます。で、体重が乗る状態が起きると、何が起きるかっていうと、これって体重が前に行こうとしてもこの足で止めれるんですよ。何も前にない状態だとここで頑張ろうとしますけど、前に足を置いた状態にすると、これってこっちに体重が乗ってくるだけで、後ろの足には体重が前に乗らないから、ふくらはぎ使わなくてよくなるじゃないですか。まずすぐできることとしては、足を何かこう台に乗せて台所作業やってみてくださいって言います。で、結構ギリギリまでこう立ってる人が多いので、その場合であれば、例えばちょっと横にずれて、ここにちょっと足を乗せるだけでいいですと。足を乗せて、で5分間ぐらいやったら、次逆側の足に乗せて5分間やってってことをやっていく。そうすると体重が前に乗ってるのを支えることができますね、この曲がった足で。で、こっちの負担が減ってきます。そうするとふくらはぎ使わなくなる、良くなってくると腰の負担が減ってきますっていう風になってきますから、これをまず評価として、評価って原因を見つけるっていう方法として、足踏みに置いてみて楽になりましたってことであれば、基本的にはこれ、体が前に行く、体重が、重心が前にことで、ふくらはぎ使いすぎてて腰が痛くなってるんだってことが説明できますね。であれば、これ例えば、じゃあこれ足を乗せたままずっとやりましょうって言ってもね、なかったら腰痛くなりますかって話ですから、これはしっかり根本的な原因を解決しないといけない。あとは今すぐできる対処法だと思ってくださいね。足を何かに乗せてやってみて楽になれば、ふくらはぎが原因です。であれば、これが分かったのであれば、次はこ
このふくらはぎ、まあ体重が前に乗ったとしても大丈夫な状態にしないといけません。そうするとどうなるかというと反り腰の状態があるとさらにこれ前の重心が乗りやすい状態でふくらはぎに負担きやすいって話しましたね。だから反り腰も改善してあげる。で、反り腰を改善してあげると前に体重が乗っても負担が減りますよね。ふくらはぎの負担が減ってくるので、まあこれによって楽になりやすい。だからこれ2パターンやってくださいって話です。まずは前方重心になってふくらはぎにかかってくるフットレスを減らしてください。なんでふくらはぎを柔らかくしていきましょうがまず1つ目。プラスアルファ何か体重をかけれるようにどちらかの足の下に何か5センチぐらいの台を置いてそれに片足を置く。次また逆に置くってことを5分5分繰り返していけば台所作業できるようにしてください。で、プラスアルファ根本的に反り腰がやっぱりこの前に体重乗りやすい状態を作ってしまって負担増やしてしまうので反り腰の改善もしていきましょう。しっかりこれができてくることによって台所作業の痛みってのは減ってきます。ただ言った通り姿勢の改善だったりもあるので時間はかかります。でも時間をかければちゃんと解決しますから痛みってのは。痛みを改善できないものもあります。でもその判別も含めてちゃんとしっかり痛みと向き合うこと。痛みって悪いもんじゃないんですよ。しっかりあなたの体に何か伝えてます。姿勢が悪い、頑張りすぎ、これを無視してるから最初しびれになって痛みになって手術になっていくわけですよ。で、車椅子になって寝たきりになっていく。やっぱこういう風に流れるんだったら今痛いっていううちにちゃんと改善しましょう。時間かければ改善できる。このまま放っておくと一生後悔するような手術、車椅子になってしまう可能性あるよね。であれば今ちゃんとやってこうだった話です。なんで、まあ、ぜひね、この根本的な原因をしっかり見つけて今はちょっとマッサージをすれば尻尾を貼、ね、れば薬を飲めば改善できるかもしれないものをしっかり改善できるようにしてみてください。そうすることによって痛みも改善できるし将来的にもっともっとやりたいことができる体を作ることができますから、ぜひねしっかり改善してみてください。で、もしねどういう風に改善していいか分かんない、どういう風に原因を見つけていいか分かんないという人であれば、私整体院フッカー全国に展開させていただいていますので信頼できる仲間が治療させていただきます。 MSM メソッドっていうものを治療させていただきますので、ぜひね気になる方は概要欄の方チェックしてもらって各店舗 URL ありますのでそちらの方チェックしてもらってぜひ電話もしくは LINE の方で問い合わせしてみてください。よかったらねその後通っていただきながらしっかり姿勢を改善したりとか痛み改善するってことをしっかりやっていきましょう。で、今日の話中身良かったらですねぜひチャンネル登録高評価コメントいただけるとすごく励みになりますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。では今日はこれで終わっていきましょう。ぜひねしっかり反り腰だったりとかこの台所作業しっかり改善できるようにしてみてください。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。